村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに捕らわれた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。門に来ます。加減はせんぞ。やっせい、めきちょの入る方が。おっと、そっと壊してもらえ。Zip the gate!他に手はない。
ずは奴らを。エンダーアタック。逃がしてやる。怪我は？ありません。手当てしろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか鍛冶屋もお助けください。どこかの家に囚われているはずです。感謝してもしきれません。내기좀확신다お侍、この縄を切ってくだされ。動くな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。安心するな。行け。Yeah.
気に。大ハーンもお許しくださる。拒めば罰を下す。シンハルボえサムライカルスイネカラヤクスとステイキャーッチャッチャッありがとうございます。待たせてしまったな。やめろ、やめて。村長か。いかにも。もうこの掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。もうこの隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退治なさってください。今少しだけ辛抱してくれ。本に来ます。動けるな。쟤 내게 못 있어. 제이오 왔어. 侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。
아츠쩍사 怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。どうか娘のことを頼みます。待っておれ、すぐに戻る。戦に勝つためだ。Энд харагд хэр биш вэ? Явчи хүч, гихтэ болгомштэй. Ахиад учрал үхтэл болгоно. Тише. We have two bed. Дэрбиш басан бололта. Ор но тэрник. Биг тэрник алакчичи. Got sucked out of that pit, and have still
цав ирж мэдэн сүрэмжтэй бай. マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。ええ。ですが、夢を見ているようで。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。
どうした？私はしがないクス氏で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか？病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。だから逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクス氏のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクス氏を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。クソだ、殺さないでくれ。遠出とは？村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は？悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。斬らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと？それならばなぜ俺を頼った？お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。ちょっとクス氏さん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした？何事だ？息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか？手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った？食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。カゴは空だ。ただの湯だ。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか？キノコを食ったようだ。このバカ、なんてことを。
空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか？あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば、明日の朝にはよくなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ。息子の命の恩人です。女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑に撒かれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに？ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。フィルユー、ヤスンベキシェルナボーナシェルホショウヘドーチョウナツカツウッサHit!
fear you. Huh? What? Got to stay. こちらです。ハンゲはあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。おしい。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、ハンゲさえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。
米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずとも、お主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、めっそうもありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何用か申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出て、そのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら、墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと。それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。春男とやらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。晒しぬのか。わずかに血が。おそらく朝手だな。誰かの飯。食ったばかりだ。これは確かに怪しいな。
一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られたか。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ？誰か来ないかよく見ておけ。他の連中は？隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか？馬だ。猛虎、隠れろ。立ったな。行くぞ。ああ、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれりゃな。もうすぐださっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ？蟻塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃ早く済ませよう。何をしておる？御神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。ねえ、よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。どうした？みんな置いてきたのか？小屋が見つかったんだ。みんな捕まったのか？殺されるぞ。敵は何人だ？数え切れないほどです。戦える者は？俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は？手近な者を使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。
誰か深手のやつは。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者らは猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ、野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。変わったことはないか。まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。失礼を。外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。やつらはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。集中する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんがもう話をつけてくれる。ビッサケネハトゥルエルレモルハンタッヤベツカイテダウェンビドゥルブンドゥルンテリクスンジェルセンアダクテキガラッイル。加減はせんぞ。熱くした続直だ。熱いメキチョルハイルホッうわチッチ。
전파락 도주엔 쏙 죽시라. お見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。